製造機松村邦洋。今回は大河ドラマ伊達天のビートたけしに挑戦。有名人が続々登場する松村ワールドをご覧あれ。ニコボ百姓もオリンピックオリンピックと言ってますけど、日本人で初めてオリンピックに出たのがカナクリショーっていう、これは親が四十三の時の子だからカナクリしそうって言うんですけどね。余談ですけどね、米助の本名は小野五郎、これも56の時の子で五六と書いて小野五郎で、あの連合艦隊司令長官の山本五十六もこれ親が56の時の子だから56と書いて五十六ですから。で将棋の一二三も実はあの123の時の子でして、だから一二三と言うんですよ。私は123の時の子ですから、そうなんです。で私の親は化け物か。なんてことは言いませんけどね。伊達っていうのは下町がよく出てきまして、下町というと下町ロケット、まあ阿部寛さんがねパート1とパート2のねセリフの言い回しが全然違うんです。パート1の時はね、たとえ佃製作所はな帝国重工に遠く及ばない、でもな町工場が夢見て何が悪いんだよ。これがパート2になりますと、おいリノ、なんだあんなとあんだろ。おいリノ、なんだあんなとあんだよ、あんだよ、なんだあんだ、なんだあんだ、あんだ、あんだあんだ、あんだ、全く何言ってるか聞き取れないんですよ。これは弱っちゃいましてね、話は変わりますけど、いつの時代はですね、娯楽というと相撲でしてね、相撲というとやっぱり平成の大横綱貴乃花親方なんてありますけどね。貴乃花です。最近は私も時間がありますんでドラマにハマってます。一押しのドラマは家を売る女、北川景子さんは家を売る女ですが、同じ景子でも河野景子は家を出る女です。そして今は本を売る女です。お後がよろしいようで、いよいよ伊達天始まります。